お、で始まりました。むちチャンネル。さあ、はい。じゃあ、ミネです、はい。よろしくお願いします。はい。では、第1回伝統共通テスト、もし受けてきましたんで、はい。はい、そちら、見ていきたいと思います。まず、ちょっと待って。はい、ポンポン進まないで。すいません。それで、前回だってさ、コメント来てたから、早すぎるみたいな。すいませんでした。違う。別にミネがやったわけじゃないですからね。はい、あのね、東大志望がちょっと。すごいハキハキ喋れててよかったんですけど、そうですね、はい、ポン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 進んでいっちゃったから全然動画としておかしすぎていっぱい撮り直しして、それでも早いってそうハイスピードで進んでいっちゃって意味わからんみたいになってたんで、はい、わかりました。じゃあ目指すのは、はい、どこを志望してるかっていうと早稲田の国際教養学を、はい、まあ、第一望してます。はい、はいはい、他はどこを考えてますか。立教大学の異文化コミュニケーション。ああ、はいはい、はい、もうおチャレン、まあ、リベンジして、そうですね、リベンジするという形で考えてるわけですね、はい、じゃあそれぞれの結果を見ていくんですけど、まあ河合塾なんで、はい、取り上げられてたんですよね。え、問題、あ、えじゃねえよあなたが言ったんじゃん。そうです、はい、そもそもだって自己採点ねするよって言ったら問題取り上げられちゃったん できませんって言われて、えー、はい、って思って、河合塾生先だからできるからですよね、はい、そうです、はい、え、答えも持ってかれちゃったってことでしょ。そうです、もう一応一回回収して、そうそうそう、で後日返す。そうだから、それをね、はい、先に見てさ、はい、答えを売る人とかが出ちゃってるから、だからめちゃくちゃだよ ね、まあ、そうすね答えを販売するとかっていう人たちが出ちゃって、でそれでまあ対策として、はい、まあ、やってて、まあ、そもそもねネタバレしてしまうとめちゃくちゃじゃないですか。本当の判定ができないっていうのがやっぱ問題になっているので、はい、みんなの実力がこうあってそのデータって成立するものなので、はい、先に見てなんかすごい点とか取られるとね、それちゃんとした判定出ないんで、そうですね、はい、なので、はい、そういう対策が今されてるという状況でございます。やっぱ言うもんね、答えあったら見たいって言うんだよね、もし前に。そうなんです。そうだから本番の入試だったら分かるよ、まあ、そりゃ分かるけど、いや模試ってだって自分の実力を測るものだから、はい、そんなことしても何の意味もないでしょうっていうね。でもあったら見たいって言うんだよね、ちょっと不思議って思って、その感覚はよく分かんないんですが、じゃあ見ていきますか。まず、苦手科目だらけですけど、あなた、はい、世界史ですか。からいきます、はいはい、だって今回はさ範囲決まってるわけじゃないですか、第1回だから。あ、そうだったんですか。え、見てかなかったの範囲表。範囲表見ていきますね。あの、とりあえず授業でやったとこだけちゃんと正解取れるようにしといてって言われてたんで。ああ、そういうこ と、はい、なんか特に範囲見てないです。うん、まあ、一応だって全部やってたわけじゃないですか、現役時代は。まあそうですね、前半やってて、でいざ受けてみてどうでした。はい、はい、旧世界史 B っていう、あ、そうか、旧ので受けたのね。新と旧あって、一応、はい、総合問題になると多分なんか変わっちゃう気がしたんで、うん、一応旧にしました。そうね、はいはい、なんで、はい、旧型の旧世界史型で受験したと。面白い、旧世界史 B って書き方になるんだ。本番もじゃあそういう風にあるんだね。そう、はい、冊子 2冊か、いや、うん、配られました。そっか、だから分厚くなるわけか、はい、そうです、はい、ってことは共通問題もあった。共通はない、わかんないです。わかんない、いや共通多分なかった。あ、なかった、はい、じゃあ全部違う問題だったわけですね、はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、世界史 B の結果は33点です。まあこれはもういつも通り。いつも通りじゃなくて範囲狭いのに、はい、え、だって全然広くなかったでしょ。そうですね、まあ見たことあるみたいな、全部見たことあるところあったんですけど見たことあったのにまあなんか前丸抜だとやっぱり全、うん、どうしよう間違えちゃうっていうか、丸抜だと、なるほどね、まあ、まあた、まあ、4択で、はい、まあ、時代どこが間違ってるとかっていう問題には全然対応できない、うん、正誤ね、正誤はできてない、まあ、そうですね、1問1答だけじゃ無理ですからね、はいはい、第1問が9点、第2問6点、はい、第3問3点、はい、1問しか勝ってない、第4問6点、第5問9点ということで、はい、ここからどうやって上げるかですよ。いや、もう一応今は授業の予習復習して、うん、で教科書を読んで、うん、まあ、例えば記述で使えそうなところとかを、うん、まあ、見ながら理解できるようにしてます、うん、今は、はい、まあ、なるほどね、記述の対策もしてるってことですね、はい、まあ、とりあえず、はい、うん、なるほど、はい、まあ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 、まあ、僕もねそんなこんな感じでしたから、点数世界史浪人時代最初、こっからね本番は88まで行きましたから。でも上がったの本当最後だったんで、はい、自分はもう本当最後の数週間でドンと上がったんで。それはなんか言ってましたね、はい、塾のチューターの人もなんか、うん、多分最後上がるの最後だから、そうですね、やっぱりだって範囲あるんでね、終わってないと、なんで、そういうことです、はい、わかりました。
では次国語。国語も多分同じところにあります、はいはい、新形式をやった感想はどうでしたか。びっくりしました。びっくりしたんだ。大門さんが出てきてなんか、うん、知らなかったってことですか。知らなかったんで。知らなかったかい。それはそれで問題だと思うんですけど、はい、では行きたいと思います。国語は200点満点ですかね。200点満点中の86点、はい、ということで、これも半分いってない感じですね。いや最初の原文がちょっとな。そうです。45点中18点だから評論が。ここが痛いですね。小説が45問中40点ですね。あ、はい、小説の方が得意。いや、なんか去年は逆でした、うん、あ、ね、あの協定の時、うん、はい、本番ではってことね。そうです。模試の時は、うん、ずっとまあ今みたいに小説の方が高かったんですけど、本番結構。ああ、なるほどね、はい、でも小説の方が個人的には読みやすい。多分読みやすいと思います、うん、なるほど。なんか昔から本読んでたとかは、まあ、ないんか中学まで部活やってたんでそして新形式はどうでしたか。新形式はなんか表の読み取りのコツはあるんだろうなって思ってたんですけど、うん、それより時間が間に合うのかなって思っちゃって、うんうん、で結構焦っちゃったって感じです。20点中6点。じゃあ古文漢文からやった。古文漢文やった。 あと一番最後やった。あ、最後、はい、うん、はい、で古文が、15点。はい、なるほど。3問しか合ってないですね。はい、45点中15点で、漢文が7点。漢文の方が低い。1問しか合ってないじゃん、うん、いやこれはもうほぼ0点です。はい、漢文はやってないってこと。やってないです。なんで授業を、うん、まあ、受けてから。ああ、なるほどね、はい、なるほど。一教にいらなかったから、はい、やんなかったってことですね。なるほど。じゃあ その他受けたとこも中央とか名学とかもいらなかった。全部英検利用で、ね、じゃあ漢文なしでってことだったわけですね。はい、はい、では次、はい、英語です。いきましょう、はい、じゃあ英語リーディング。やだこれです。びっくりし、持ってくるの忘れたとかやったら。いや今日もらったんで。今日もらった。そのまま来てるからね、はい、やってみてどうでしたか。英語リーディングは大門増えてますよね。なんか、あ、大門8ですね。はい、やつになった。6で終わりだと思って。マジで言ってんの。だって AB とかなくなってるじゃん。まあ、そうですけど、はい、なんか少ないなと思って恐ろしい。はい、65点ですね、はい、6割5分で、第1問が4点、第2問10点、第3問9点、第4問9点、第5問10点、第6問12点、で、第7問9点、で、第8問2点。ということで、もう時間ないってこと ?7、8とかはじゃあ。7までちゃんと解いて、うん、8の1問目だけ分かって4にして終わったんです。なるほどね。はい。はい、まあそういうことですね。63点までが、そっか。まあいいか。全部解いてないのか。まあ65といえば65か。まあそうですね。はい。なるほど。じゃあまあここは鍛え直さなきゃっていうのかでも分かんないな。英検で結局やりそうな気もするけど。まあでも、いや、一応文法はしっかりしたいんで、やっぱ1級受けるんだったら、うん、そうなったら。英検1級受けるんだったらさ。いや、はい、英検1級、うん、はい。ライティングでしか出ないけどね。まあライティングとスピーキングでしかだけど。総合の本だって、一人でスクランブルとか、うん、そういうのをやろうとすると、やっぱり、森先生が、まあ、うん、動画でやってる、なんか、うん、これなんでこれはダメなのかみたいな感じのができなくて、うん、で、自分で理解できなくて、時間なくて流れちゃったんで。あ、そうね。そう。形は、まあ、ハブ PP とか見たら一応、うん、まあ、これだなっていうのはわかるんですけど、うん、細かいとこまで取られて全然ダメなので。なるほど。はい。そうね、もうちゃんとやっていかなきゃいけないっていうことですね。はい、はい。続いて、あ、リスニングか。英語リスニングが、77点。おお、こっちはまあまあまあ、まあまあまあって感じですね。やってみてどうでした。そんなに変わった感じはしなかった。なるほど。はい、で、まあ一応一見順位級持ってますからね、はい、だから、はい、まあ、もうちょっと高い点でもいいかなと思いますね。第1問が満点25点、はい、第2問が12点、第3問15点、まあここまで結構取れてるね。第4問9点、第5問9点、第6問7点だから、やっぱ後ろの方ですね、はい、問題は第5問のその15点中9点とか、第6問の14点中7点とかがちょっと、うん、取れてないかなって感じですね。はい、あとは、うん、ここを間違えてると思うんですけど、うん、なんか箱の問題あるじゃないですか、ね、なんかいつも どの箱入れるか、ね、あのイラストの問題多分当てたことないですね。どうやってやるのか分かんないっていう。もうちょっとちゃんと、はい、まあまあまあね、ちゃんと私の本読んでください。わかりました。ちゃんと、まあ改訂版も出ますしね。はい、はい、まあリスニングの方はね、別に改訂版じゃなくてもね、結構、はい、一応あの持ってる、オレンジ色のやつ。そう持ってます。はい、はい、ちゃんとやってください。わかりました。やり方は載ってますから。はい、はい、ということでございまして、結果はこんな感じでございます。まあまだまだ厳しいでしょうね。やっぱ特に世界史、はい、厳しいし、漢文もやんなきゃいけないし、とりあえずは今は英文法を中心に実習はしてます、はい、なるほどね、はい、うん、英文法か、うん、分かりました。文法はもう固まってて欲しかったけどな、現役時代で、はい、そうです、はい、ということでございました。まあ今後いろんなのね、英検の動画とかも出てきますんで、はい、英検準一と一級ダブル受験しますんで、はい、はい、ぜひ楽しみにしておいてください。はい、応援してください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。